守護者はなぜ石ローラを黙らせたかったのかな。なぜ肖像画を破壊したんだろう。クエスト完了。山の闇の中。これ思うんですけどね、なんかこう薬のこう歴史とか、こう医療の歴史とかと同じで、全部をタブー視してたら、きっとそのね、子供たちとか。ランロクのドリルを一つ見つけた。破壊するつもりだ。もう説得を試みるのは嫌になってしまったよ。一緒に来てくれるなら歓迎する。だが来ないのなら戻ってから報告しよう。渡したいものがあるからな。お、了解。ロド国は危険な状況に陥ってる自覚がない。見つけなきゃ。って思うんですよね。だから、こう使い方がまだはっきりしてなくても何かしらの可能性がある科学的なものを、まあまあこの場合魔法ですけど、調べないで眠らせておいたらやっぱり苦しみを取り除ける人も助けられないということ。ていうかね、あのなんだっけ、アンの おじさんもそうだったけど、なんかその力は闇の力だから諦めてあなた死になさいみたいな、それもで、まあ、そう直接は言わないけど、そういうのもどうなんだろうって、あまりにもその苦しんでいる人をないがしろにしすぎな気もするんですけどね。もうすでに私は闇落ちしているのでしょうか。いえ、行きましょう。さあ、鉱山の入り口を探す。おお、ここ。レベリオン。うわ、トロールいるじゃん。うん、何だ。あ、弾かれた。すぎるくらい。待ってて。
ンド。邪魔。エクスペリアームス。グレイシャー、ゴブリンゴ。ゲージンド、ボンバーダ。これあれだね、やっぱり忍んで倒せるやつは忍んで倒さないと戦闘が大変。レベリオ、なんかある。ん、誰かいる。あそこにいたか。あそこにいるのか。コーフリンゴ、届かない。レベリオ、アクション、デファルト。レベリオ、城の南にあるアイアンデールの村落って知ってる？ドランが話してたムーンストーンの洞窟はその近くじゃないかな。お、ついに見つけましたな。レベリオ、こんなもんかな。行きますか。レベル 3? あ、こっちから入るんじゃないのか。びっくりした。この鉱山には秘密があるのかも。蘭禄と信奉者みたいな。ロドコクが見つからない。きっともう中にいるんだ。海岸線の鉱山。大きな鉱山だな。何かがおかしい。おー、やべえ。蘭禄の信奉者がたくさんいる。油断したらダメだ。レベリオ、ちょっと待って。これで鉱山の奥まで行けるかも。あっちは開かないよ。行きましょう。グリーンゴッツだな。でも今回は僕が操作する。何かがおかしい。どこまで深く入っていくんだろう。そろそろ終点だね。さて、レベリオ、コーフリンゴ、これが開けられるようになったってことかな。
アクション。レベリオ。やばい、見つかる見つかる見つかる。レベリオ。なるほど。まだ下があるのか。ゴブリンド。来るか。レベリオ。いけそうね。びっくりした。びっくりした。アクション。ガーディアンレビオさん。レビオさん。バレた？